タイチ TV。 はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。皆さん明けましておめでとうございます。はい、ということで2019年もね、スタートしました。ということで、まあ、2018年のね振り返りなんかは、生放送の方で少し喋った部分もあるんですけれども、改めて2019年の、目標をね一言、お伝えしてから今日の内容を貼っていきたいと思います。2019年の目標はこちら。はい、毎日投稿ですね。改めまして、基本的には毎日投稿というのを心がけてたんですけど、去年はね年末にかけて少しねこう尻つぼみになるというか、感じが多かったので、改めてね毎日投稿をしっかり心がけて、できなさそうな時は前もって見越してね、作りだめておくとか、そういうやり方をしてしっかり途切れないようにねやっていきたいなというふうには思っております。ということで、今日はお正月にちなんでこちらの話題をしていきたいと思います。どうぞ。はい、こちらのね、お餅です。お正月といえばねお餅食べてる方も非常に多いんじゃないかなと思います。美味しいですよね。僕お餅結構好きで、あのお汁粉とかもね好きなんですけど、お餅っていうとなんとなく太る印象があるかなと思います。お正月でお餅食べ過ぎたから太ったみたいな話を結構聞くんですけど、今日は、お餅っていうのはまあもちろんね精製されたものなんで血糖値上がりやすいんですけど、まあ、ご飯とかよりは意外とヘルシーですよっていう話とか、あとはヘルシーな食べ方についてね少しお話ししていきたいなと思います。はい、このまず餅っていうのはこのね切り餅1個だとエネルギーで換算すると、ね、118キロカロリーなんですね。ご飯1杯食べると200キロカロリーは簡単に超えてくると思います。なので、お餅2つ分ぐらいっていうのが、まあ、ご飯1杯分っていう風に考えていただければいいと思うんですけど、まあ、お餅はねあの、まあ、本当に柔らかく煮込んじゃったりとかするとスルスルスルって入っていっちゃうんで、そうするとねやっぱり血糖値も上がりやすかったりとかするんですけど、普通にね焼き餅とかで食べるんであれば結構ね歯ごたえもあるし、あの満腹感も得られやすいんで、あのご飯よりはねあの餅1個餅2つとかの方があのダイエットには向いてるっていう話もありますね。たださっきもお話しした通り、このお餅っていうのは、まあ、精製されたもち米で、作られてます。なので、以前お話しした GI 値っていうのがあるんですけれども、まあ、血糖値の上がりやすさをね示した指標なんですが、それは結構高めです。なので血糖値がぐんとこう上がりやすい食品ではあるんですね。そうするとインシュリンっていうのが過剰に分泌されて、脂肪をね蓄えやすくなっていってしまうんですけど、そのね、血糖値をなるべく急上昇させない、お正月ならではの食べ物があります。それがこちら。はい、皆さんご存知、お雑煮ですね。お雑煮なんかは、野菜もたっぷり入ってます。それから、鶏肉、鶏ガラもね入ってます。鶏のタンパク質なんかも取れます。野菜によるビタミン、ミネラルとか、あとは、まあ、炭水化物の一部なんですけど食物繊維、このあたりを取ってたりとか、あとは鶏肉でタンパク質を取ったりとかしてあげると血糖値の急上昇っていうのを少し抑えることができるんですね。なのでまあいきなりお餅をこうがつくんではなくて、お雑煮の入ってるそういう野菜とか鶏肉とか、まあ、そういった部分を先にね召し上がっていただいて、その後に、お餅に手をつけていくと、太りにくく食べれるんじゃないかなと思います。で一番お餅で太るのはもう本当に甘いやつ。さっき僕お汁粉好きって言ったんですけど、お汁粉はねちょっとやっぱり血糖値がかなり上がりやすいかなと思います。中では太りやすい、食べ物かなと思うんですけれども、小豆自体はね、植物性のタンパク質が、よく取れるので、まあ、小豆っていうのは悪くはないんですけど、やっぱりね砂糖を入れすぎちゃうんですよね。甘くするために砂糖を入れるっていうのがやっぱり太る原因になると思うので、まあ、お汁粉はしっかりこう例えばご飯がちゃんと終わって、そのご飯の時は少しお餅控えめにしておいて、でお汁粉の時はお汁粉ちょっと少なめに、お餅1個とかで食べていただくと、まあ、あのバランスが取れていいのかなと思います。一番はやっぱりお雑煮とかですね。その辺でやっぱりお餅だけをガーって食べるんじゃなくて、野菜、鶏肉とかねタンパク質、ビタミン、ミネラルしっかり取りながら食べていただくと、太りにくくお餅食べれるんじゃないかなと思います。なのでお雑煮ってね意外と結構ヘルシーな、食事だと思います。ご飯をしっかり食べて、定食みたいに食べるよりはヘルシーかもしれませんね。
はい、なので、お正月でね、お餅食べる機会も増えてると思いますが、ぜひ、お雑煮をね、召し上がっていただいて、野菜やね、鶏肉もしっかりたくさん取っていただくといいのかなと思います。ピーコお餅どう？鶏肉はちょっとやだけど、お餅はうまそうだね。あー、でもピーコ詰まっちゃうね。え、そんなに食堂狭くないし。はい、ということで新年1本目はお正月にまつわる、お餅のお話をさせていただきました。ぜひね、ちょっと太りにくいような、食べ方を心がけてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。またね。ご視聴いただきありがとうございました。今年も1年よろしくお願いいたします。今年こそね、毎日トークを365日続けられるようにちょっと頑張ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。